皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこのシャオミスマートバンド7 Pro とそして iPhone とペアリングの設定の方を行ってみたいと思います。買ってや見たもののペアリングの段階で苦戦をされているって方がいらっしゃるかもしれませんし、これから購入を考えているんですけどなんかペアリングがうまくいかないんじゃないかっていうね、そういった不安を抱えている方もいらっしゃると思いましたので、 iPhone とペアリングするその方法をお伝えしたいと思います。そもそもなぜこの初期設定動画を作ったかと言いますと、シャオミスマートバンド7 Pro 自体が言語がですね、今のところ中国語と英語にしか対応していないんですね。日本語には対応していません。ですので Mi Fitness というアプリを使ってペアリングするんですけども、この日本語の状態で Mi Fitness とペアリングをしようとしますとペアリングが全くできない状態になっています。その点もクリアしながら、どうやってペアリングして、そして言語は中国語ではなく英語で使いたいよっていう方のためにどうやって設定をするのかご紹介したいと思います。それではね、その方法をこれから進めていきたいと思いますけど、本日も行ってみましょう。まず最初にですね、やるべきことがありまして、iPhone の設定を開きます。そうしますとですね、この一般というところがありますので、ここをタップします。はい。この中に、言語と地域というところがありますので、ここをタップします。はい。そうしましたらね、今 iPhone の使用言語が多くの方はもう日本語になっていると思いますので、ここをですね、English、英語に変えます。英語に変えますと、これ以降ですね、もう一度起動してきた後には、すべて英語になってしまいますので、ご注意ください。はい、今、セッティング、ランゲージとなっていますね。このように、優先言語がイングリッシュ、英語に変わりました。では、今ね、もう一度ホームに戻ってきました。その上でですね、Mi Fitness を起動していただきます。はい、このようにね、Mi Fitness は当然ながらもうアカウントを作っていただいた上での設定になりますので、そこのあたりはご了承ください。そうしましたらね、このプロフィールというところがありますので、この中のセッティングというところを開いていただきます。そうしますとね、このリージョンというところがありますので、中国に変更します。C のところですね、China ありますので、ここに変更します。OK ですよということですね。そうしましたら、この一つ目の部分だけタップ入れていただいて、まあ二つ目入れていただいてもいいんですけどもね、体験のね、情報を送りますかというところになりますので、ご判断ください。そしてアグリーをして同意します。そうしますと、Mi Fitness自体は、英語のね、先ほど言語のままになりますけども、プロフィールのとこ見ていただきますと、セッティングのとこのリージョンが、チャイナ、中国になっています。これで、ようやくペアリングする前段階として準備が整いました。そうしましたらですね、このデバイスっていうところをタップします。今ね、何も入っていませんね。ペアリングされているアプリがありませんので、このようにね、空白になっています。その上で、ようやくこちらの出番になりますけど、今電源が入っていますが、初めて電源を入れる方は、電源ボタンが一切ありませんので、どうやって電源を入れるのかっていうことなんですが、このように充電ケーブルをつないでいただきます。電源を投入するという形になります。ですので、一切ボタンがありませんので、このような形で電源投入するということを踏まえておいていただければと思います。電源投入しましたら、外していただくと、このように QR コードが出てきますので、この状態になりましたら、Mi Fitness のこのデバイスの追加の画面になりますね。ここをタップします。初めての方はですね、Add モデルっていうところをタップします。そうしますと、Add デバイスとね、名前が急に変わってしまいますが、この2番目のところになりますね。これもしかしたら順番がね、ちょっと違う方もいらっしゃるかもしれませんが、Xiaomi スマートバンド7 Pro を探していただいて、ここをタップします。はい。ここをタップします。はい。今ね、Bluetooth ペアリング要求というのが来ましたので、ペアリングをタップしました。はい。今本体の方にペアリング要求が来ています。ここに関しましては中国語になってますね。OK をタップします。はい。今ペアリング中というふうにね、出ていまして、まあ、こんなにすんなりとペアリングが済んでしまいました。このあたりもね、許可をします。
これでペアリングが済みました。最後あっさりとした感じで繋がってしまいましたけども、設定やまた状況によってはちょっと変わってしまう設定方法になるかもしれませんので、そのあたりはご注意ください。そしてアプリの方は、このようにペアリングが済みますと英語の表記になっていますが、ダウンを押しますと、簡単に中国語で説明が出てきまして、このように次へ次へ。で、最後完成ってありますね。はい、ここをタップして完成になります。そして最後にね、初期設定の画面になりまして、ゴールの設定ですね、このあたりは後で調整していただく形になると思いますので、このように次へ次へとやっていただければ大丈夫だと思います。これでようやくね、設定が済みました。じゃあ本体の方が中国語か英語になっているかというところなんですが、設定のこの部分を開いていただくと、はい、見事に英語でスタートすることができました。場合によってはなんですけども、ここをいきなり中国語でスタートされる方っていうのは結構面食らってしまうのかなという気がします。英語でスタートした場合はいろいろ設定の項目がこのように分かりますよね。多分安心して使い始めることができるのではないかなと思います。ではこの後 iPhone の設定が英語のまま、そして地域が中国のままになってしまっていますので、ここをねどのように戻したらいいのかもご説明したいと思います。ではですね、こちらのアプリの言語も英語になってしまっていますので、この部分に関しましては日本語に戻すということになると思いますので、どうやるかなんですが、先ほどの逆の手順になりますね。ホームに戻っていただいた上でもう一度設定をタップしていただきます。そうしましたら、このジェネラルとなっていますね、ここは一般の英語の表記になっています。そしてこのランゲージ&リージョンですね、はい、ここが今イングリッシュになってますね。ここをチェンジでもいいですね。このように変えていただく形でもいいですし、ここの部分をジャパニーズに戻していただいても大丈夫です。はい、このようにして今日本語にね、表記を戻すことができました。では先ほどのね、Mi Fitness のアプリの方なんですが、日本語に戻っていますね。ここも Wearable って書いてありますけど、スマートバンド7 Pro がちゃんと同期されてますよっていう風に表示されています。これでね、バンドの表記は英語になりますけど、使い始めることができるようになりました。ということで、シャオミスマートバンド7 Pro のベアリングの方法についてご紹介しました。結構ね、やるべきことをしっかりやっておけば、すんなりいくかと思いますけども、なかなかね、さっきのペアリングの画面の部分なんですが、コツとしましては、このデバイスの追加のところで、モデルをタップした方がいいのかなという気がしますね。そうしますと、このリストのところに、シャオミスマートバンド7 Pro が出ていますので、ここをタップしてペアリング要求をかけるという形の方がスムーズにいくような気がします。もちろんね、コードをスキャンということで、先ほど出ていた QR コードをスキャンする方法でもいけると思いますけど、私個人としてはこのモデル追加の方からの方がすんなりいったなという気がします。実はこの動画を撮る前にも何度かやっているんですけど、これが一番良かったんですね。ですので、やり方方法に関しましては、これが正解だよってことは言えませんので、いろいろ試してみてください。というわけで、今回、シャオミスマートバンド7のペアリングの方法についてご紹介しました。言語の設定を英語にする方法についても合わせてご紹介しています。この動画が良かったよって方は、高評価。そしてまだの方は、ぜひ、この機会にチャンネル登録をお願いいたします。また関連動画もね、次々出していきますので、チャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。